第一特殊作戦航空団はアメリカ空軍空軍特殊作戦コマンドに属する航空団の一つ。司令部はフロリダ州ハルバート飛行場空軍特殊作戦コマンドにおける主力戦闘部隊である。1945年ビルマ戦線における第一航空コマンド軍の P-47D。同軍の特徴として胴体に白線五本を描いていた。 空軍特殊作戦コマンドにおける主力部隊であり、各種の特殊作戦航空機の整備運用のほか、ハルバート飛行場の施設の維持管理などを行っている。部隊の直接の前進は1943年8月に設立された第5318航空部隊となる。これは1944年に第一航空コマンド軍。ありがとうございます。